ですね、好評につきついに、やってまいりましたポケモン似顔絵クイズ。前回は関東編をお送りしまして、まだ上げていない状況ではありますが、今のところね、収録、はい、今撮ってる段階ではまだ動画を編集すらしていないんですけれども、まあ、我々の中でも大好評だったので、大好評でしたね。すごい、あの、俺はやっぱりこれを企画してたんで、俺の中ではやっぱ面白いなと思ってたんだけど、こんなにもね、まあ、Y 君が、そうですね、まあ、奇想天開な絵を描いてくるとは、はい、思わなかったんで、大ヒットですね。大ヒットでしたね。はい、もうゴローラがもうゴローニャあゴローンもうダメだ、もう口が回らなくなってる。最強のポケモンが誕生してしまったんで、うん、あれは絶対サボテンだってゴローンじゃねえよ。いやということでですね、あ、まあ、皆様からの、まあ、好評を預かりまして、まあ、まあ主に我々2人、まあ、皆様って俺らだからな、まあ、主に我々2人ですか。ですね、譲渡地方の、ポケモンたちに、ポイントを当ててですね、はい、やっていきたいと思います。でこのまあ数字の、ね、ランダムなんですけど、これ便利な機能なんですよ。これ数字指定できる、そう指定できるんですよ、これ、ね、まあ、多分今俺らしか分かんないことを話してるんですが、ですね、一応セレビーを含めた譲渡のポケモンたち、知らない人たちに伝えると、譲渡地方っていうのはポケットモンスター金銀のポケモンたちですね。まあ、番号で言うと152番目からですね251番目に当たります。まあ、ちょっと欠番を入れるとねめんどくさいですけど、知ってます？欠番、まあ、ありますね。152匹目のポケモンだなんて言ってね、ありましたね。さあ、やり方ですね、まあ、ちょっと前回のラジオを聞いてない方々にしておくと、ですね、まあ、今我々の目の前にはですね、その譲渡地方のポケモンたちの名前がずらーっとこう出ててですね、そこにはですね、まあ、番号が一緒についてるんですね。例えば152番チコリータとかっていう感じで番号が出てると。で今我々の方で、携帯電話の、まあ、乱数メーカーというものを使ってですね、まあ、ランダムに数字が出てくるんですね。152番目から251っていう数字の中からランダムに数字が出てくるんで、その出た数字を見てポケモンを書いていくと、そのポケモンについて書いていくと。でそれぞれが、まあ、それぞれ数字を出していって、例えば俺が152番 Y 君が153番のポケモンを口に出さずに、まあ、書いていくと、でそれを絵を見てバーンって出してお互いに答えていくと、それでポイントが加算されていって最終的な成績を出していくというコーナーです。果たしてどのくらいの点数が取れるか、そしてどんな基礎展開の絵が生まれるか、まあ、前回の MVP は私の、まあ、EV で、そうだね、前回一致で、ね、はい、もらいました。ありがとうございます。 MIP はモストインプレッシブプレイヤーは私のゴロン、はい、ゴロンですね。いや、まあ、印象的な、そうですね、はい、というところ。ちなみに2位は、僕の中ではアーボです。白龍です。アーボだね。白龍です。書いた本人は、あれは白龍じゃねえ。書いた本人がこれはアーボだと、うん、言ってましたね、はい、これはあの公認なんで、うん、まあ、公認ですね、はい、はい。でまあ、もしね、これから動画内で、ね、いろんな絵たちが上がっていくんですけど、もっと詳しく見たいよっていう方はですね、言っていただければツイッターに上げますもん。上げちゃうんだ。上げます。こんなやつだったよって言って上げますんで、はい、ぜひもう著作権も何もないので、どうぞご自由にお使いください。はい、もしかしたら本家から怒られるかもしれないよね。そしたらもう自粛します。てめえらふざけて絵描いてんじゃねえぞ。自粛します。だその時に怒られたら僕は、うん、これはゴロンじゃありません、サボテンですって言います。そうです。その時にはさすがに私も、うん、サボテンです認めざるを得ない。サボテンじゃねえかよ。さあということで、ご託はいいとして始めさせていただきましょうか。まあ皆様のね貴重なお時間、今4分ぐらいいただきましたかね。じゃあ、ね、これが面白いんだって本当に。さあやろうか。さあじゃあいきます。早速これですか。どこですかこれは。ああ、はい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 、わかりました。ちょっとね、初めて描くポケモンがいっぱいいるんでね、譲渡になってくると、はい、うん、確かにね、うん、あ、でポケモンを描く時間は、前回と同じ1分間でやっていきたいと思います。どうですか。おお、いけそう。いけるんじゃないかな。マイクのいけるは怖いからな。いけるよ、これはいけるよ。いけるよ皆さん。さっきいけるっつってゴロン書いたから。じゃあいいでしょうか、はい、あ、何回戦ぐらいやろうか。3回でいい。とりあえず3回で、じゃあいきましょう。よーいスタート。第1回戦ですね。どっから描けばいいのこれは。でね、このね、絵を描く時間になるとね、ワイ君が急に黙るっていうね、いう感じな
ね。これはもうね、すぐ分かると思うんだよね。もう、あーもう可愛い、これは。もう可愛いと言っていいぐらいですね。音楽。あーもうこれはね、普通にね、うまいと思うけどね。これポケモンかな。違う。これポケモンなのかな。わかんないけど僕できました。あ、意外に早いですね。いいんじゃないかな。ほらまあ、これはもうあんまりいじんない。あのあと10秒ぐらいありますけど、これでいいです。あ、本当ですか。じゃあそこまで。じゃあ先行後攻はどうしましょうか。どうしよう、私からいきましょうか。珍しく Y 君から。じゃあじゃあいきましょうか。じゃあ Y 君の第1問目いきましょうか。1問目こちら。ダバン。あら、かわいい。あー、ちょっと頭がこれはげてんのかな、これ。ちょっとね、薄かった薄かった。ちょっと後で補強するわ頭これはげてますね。でももうこれはね、上都地方だし一発でしょ。マリル、はい、正解。あー、マリルって鼻なかったっけ。鼻ね、あった気がするんだけど、描こうかどうしようかなと思って、うん、描くとね、ヒゲっぽくなっちゃうかな。あー、まあそうだね。ちょっとね、パッと見ね、あれに見える、オタチに見える。あー、うん、まあ尻尾が全然違うんでね、あれですけど。そうですね。あのね、俺多分ね、もしかしたら俺あれですね、何点だっけ、あの絵の方、技術点。そう、技術点、技術点で引かれる可能性がある。引かれる可能性、これはポケモンじゃねえだろうって言われるかもしれないんですが、僕の、描いたポケモンはこちら。バン。あー、ゴマ像。そう、ゴマ像ですね、これ。どう、まあ、でも目がつぶらで可愛くてよろしいのでは。うん、はい、尻尾なかったっけ。そう、尻尾をね、思い出せなかったの。だから描かなかったんです下手に描いて失敗する理かなと思って。尻尾は結構ね、長かったような、うん、なんかすごい細かったような記憶があるんですが、まあね、あんまり映んないからね。長くないじゃん嘘つきあ、あー、あー、はい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 、鼻のとこにさ、これがあったんだね。そうだね。あー、俺耳の、あ、耳に描いちゃった。あー、もっと言うと目が細長いのか。そっかそっか。可愛らしいっちゃ可愛らしい。目がこうだったんだ。あー、あー、やっぱりダメだったね。普通の像を描いちゃいました。あー、まあ普通の像、ね、まあ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 、まあまあまあ、僕は技術点いらないな。あれ、滝ワイクに技術点あげたっけ。俺確かあげたね。あげた、いただいた。あ、じゃあなしでいい。いただけた。じゃあ1対1でいただけるなら。あ、じゃあどうぞ。いただきたいですね。いやっていう感じでやっていくようなクイズになってます。じゃあ2-1かな。比較的なんか無難なスタートだったね。そうだね、お互いに可愛いポケモンで描きやすいポケモンだったですね。うん、どう、実際ゴマゾ当たったら描けてた。え、どうだろうね。ゴマゾ、ドンファンだったら、まあ、え、逆にドンファンむずくない。ドンファンだったら迷わなかった気がするけど。うん、あ、耳返した。いや、耳が丸かったかなと思ってさっきマリル見た時、はい、さあ、じゃあまた、第2回戦ですね、いきましょう。あ、これか。あー、はい、わかりました。初めて俺色ペンを使うかもしれない。お、マジですか。うん、でもね、いける気がする。いけそうな気がする。うおー、これはまた難易度が高いやつが来てしまったね。おっと、さあ、じゃあ行きましょうか。第2回戦ですね、よーい、スタート。どっから描こうか。さあ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 、もうね、これだけでね、勝てるの。今回は多分もらったよ。よし、ついに私色ペンを使い始めます。色がね、結構ね、今回のポケモンちゃんはポイントになるんで。終わりました。早く描けるんだけどね。なんかすごいペンがゆっくり動いてるよ。ゆっくり描いてますね。喋りなさいよあなたもラジオなんだからむずい。あ、むずいんだ今回。むずい。あ、本当に。あー、どこだ、草タイプだな。
はい、なりました。終了です。途中でもやめてください。じゃあ、あ、でもこれはこれでもうここで止めておくのが一番正解かもしれない。僕もこれもらいましたね。はい、いきます。シンプルです。はい、バン。おお、これは分かりやすいんじゃない。なんかカービィに出てきそうなキャラクターですけど、名前が出てこないんかい。羽っこでいいんだ。そう、羽っこですね。おめでとうございます。羽っこポポポポワタッコかなだね。はい、羽っこ、これ結構似てる気がします。おうおう、葉っぱももうちょっと滑らかだった気がしますけど、こんなギザギザチックな感じじゃなかった気がするけど、はいはい、うん、まああっさり。これ技術点、技術点忍者ですか。ありがとうございます、はい、よし、敵も 色ついてるね、初めて。あ、そうそう、色ついてる、初の色、初の色、初の色よかったよかった。って言っても負けてんだよな、俺な。2-1だからな。これね、3-2か、3-2か、はい、じゃあ行きましょう。次 Y 君、これはね、うん、無難、無難、無難ですか。じゃあ行きます。無難というかね、あ、書ききれなかった。あのさ、あ、足長すぎじゃない。何これ、え、こんなポケモンいたか。え、何これ。そうか、俺的にはもう特徴を捉えたつもりだったんだけどね。え、まあそもそも目を描いてない時点で、え、何これ、半分負けてるような、そんな感じではあるんだよね。え、なんかね、雰囲気的には猫っぽいような感じはするけど、え、猫の新しいポケモンなんかいたっけ、金銀で。え、ちょっと待って、なるべく名前見ないようにするけど、なんだ、え、これはなんだ。言われればわかるかもしれないけど、これ、まあ、だってさ、体の柄もないしさ。柄はないよ。柄がない、柄はない。四足歩行のポケモンなんかいたかな。ダメだ、俺レパルタスしか出てこないぞ。まあ近いね。あ、特に最近 Y をずっとやってるんで近いね。えー、でも猫でしょ。え、猫っぽい、猫っぽい、ひょう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 。え、でも、いや、でもさ、まさかこれでヘルガーはないよね。ヘルガーですか。じゃあ、うん、ヘルガーか脅ししぐらいしか出てこなかった俺は。じゃあヘルガーでいいです。ヘルガー、ヘルガー、はい、ファイナルアンサー。はい、ファイナルアンサー。残念ながらこれはですね、何、エイフィーのつもりだったんですね。謝りなさい。これはね、これはね、だからね、これがエイフィー。そう、これはね、だからね、エイフィーはね、好きなポケモンなんですよ。あの、一つ言いたいのが、うん、エイフィーって座ってない、うん、座っ、エイフィーって俺座ってるイメージなんだけど。あ、そう、立ってたっけ。ほら、まあ、公式名はそんな感じだけどね。うん、胴体があれか、尻尾全然違うし。尻尾、尻尾は違う、尻尾、そうか、尻尾どうだったかなと思って。尻尾、あ、二つに分かれてるんだね。そうなのか。あの、耳も違うし、これさ、耳もうちょい長いか。これ絶対レパルダスだって。うん、あ、そうだね、うん、レパルダスだよ、ほら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 。あ、まあ、レパルダスも似てないけどね。まあまあまあ、似てないけど、どちらかというとそうだね。この尻尾はどっから出てきたの。何、マリル。これはね、多分マリルの流れを引き継いで何かだろうね。何これ、多分マリルとインフィの卵雑種みたいな。犬じゃねえんだよ。うわー、これはどうなんですか、自分的には。これ技術って俺マイナスだと思うんですけど、ね、マイナスでいいと思う。まあ、目描いてないし。まあ残念ながら僕は当てることができなかったんで、これで、2-2 だね。いいね、タイ、タイ、タイで。なんだろうこれ、なんかのロゴでありそう。まあそうだね、うん、あとね、食べっ子動物にいそう。あー、確かに、そうかもしれん。俺もね、あの、なんだ、絵は上手くないよ、上手くないけど、もうちょっと俺マシな絵を描くよ、エイフィは。特徴がね、つかめ、あー、ごめんごめん、はい、ごめんごめん。さあ、どうでしょうか、これね、皆さん的にはどうなんだろう。どっちの方が上手いっていうね。まあ上手いのは多分ミサだと思いますよ。まあ、あのね、前回のゴローンには勝てるよ、悪いけど。ゴローン、ゴローンいいと思う、ね、ゴローンとアーボに、もうこれ引っ張るよ、ゴローンは引っ張るよ。アーボはね、引っ張られてる。アーボは引っ張られてしまうね。だってゴローン大好きだもんね。
さあ、第3回戦です。今のところ2対2で同点なので、はいはい、もういいや、これで決めるしかない。俺そろそろ難しいの来そうな気がするんだよね。そろそろね。あれ、あ、書いてないか。あー、これか。あー、わかりました。はい、わかりました、わかりました。これまた色を使うかもしれない。さあ、どうだい。おー、うん、なかなか際どいとこ来るね。どう、今回重い。ん、結構当たってんの重くない。まあ、いや、あ、でもそうでもないか、マリルか。そっかそっか。じゃあ、ヒーは単純に外国の問題だから。ひょうっぽかったな。じゃあいきましょう、第3回戦ですね。よーい、スタート。これは、あれ、なんか想像してんの違うのかな。あれ、なんか違うのができ始めてる。あれ、なんか俺これ違うよ。違うのができてる。あれ、こんなんじゃなかったっけ。あれ、ちょっと待って、これここじゃないな、これこうじゃない。やばいやばい、20秒しかない。マジか。うん、時間ないんだ。やばい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 。はい、10秒前。これはね、うん、多分わかんないかな。俺多分色つけてるけどね、色のつけ方が違う気がする。色使う。はい、アウトでーす。色使いませんでした。さあ、じゃあ次は Y 君からかな。これはね、ごまかした。うん、あー、ちょっとね、左足ミスった。左足、うん、左足ミスった。ってことは四足歩行か。まあレパルダスみたいな。右足だ、ね、右足。じゃあいきます。はい、バン。あおや、これはなんか耳だけが赤いですけど。いや、ホワイトボードの様子か。あれ、これはあれかい、なんかサッカーチームかなんかのロゴかい。あそうだね。どっちかというとそっちに近いかも、ね、そっちに近いよね、これね。これね、前回の関東地方だと俺間違いなくガーディって言ってるね。多分近いものがあるんでしょう。ああ、グライナーっていうのは嘘で、グライナー出てこないんで。そうだね。デルビル。正解。デルビルってこんな目だっけ。もうちょっとね。なんで赤色にしたの。デルビルって黒だよ。デルビルね、なんかね、なんかどっかが赤かった気がする。あ、本当に。どっか赤くなかったっけ。耳かなんか赤かったような気がするんだけど。なんか黒と灰色のイメージしかないよ、テレビって。ほら、あー、顔か。いや、赤い部分ないよ、ここのこと。ん、あー、これ赤色っていうの。あー、でもこんな顔なのか。うん、なんかこれただの犬。そうだね、これただの犬を描いただけだよね、これね。犬っぽい何かですね。101匹いまんじゃねえ。ダルメシアンかなんかに。でもこれは分かったよ。まあ技術点はこれちょっと。まあそうだね、厳しい。あのサッカーのクイズだったらあげてもいいかもしれないけど。はい、よし、1ポイント取りました。じゃあ次は私ですね。これね、ごめん、俺技術点マイナスだと思います。お、当てるとは思うんだ。当てるとは思うんですが、はい、ちょっと自信がありません。はい、こちらです。バン。おまるみたいな。キャモメじゃないしな。え、あ、2枚取っちゃった。キャモメじゃないしな。え、嘘、これ分かるでしょ。キャモメじゃなくて、これは、はい、ポリツーか。はい、その通りです。ポリゴン2です、これが。ポリツー。いや、最初足をバラバラに書いてあって、あ、これ違う、ポリツーの次だ、 Z だと思って。あれ、ポリゴン Z だよね、確か次って。あれ、そうだね、だよね。 Z はバラバラになるんだよ。ああ、そう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 。でも、もっとね、目がいっちゃってる感じ。そう目回しちゃってる感じの。ポリゴン2なんですが、ポリ2かー、キャモメだなー。あ、体が赤い。逆だったのか。逆だったのか。
逆だった色が。そうだね。あー、だから変だったんだ。あ、まあ、そうかそうか、目がね、そうね、違うんだね。こうだったんだ。あと色でどうにかごまかした感が。赤と青で逆だったね。あー、そうかそうだね。うん、え、でも色合いは多分同じだと思う。色合いは、まあ、確かに、うん、いやー、いけるかなと思ったんだけど、いざね、なっちゃうな。ちなみに、これが Z。 そうだね、うん、レーマーし、あ、こんなになっちゃうんだね。そうそうそう、ハイテクすぎてこうなっちゃうってこと、よくわかんないけど、持ってないからわかんないけど、うん、正面から描けばよかったのか。そっかそっか。これが第何回戦、これ3回じゃない、あ、これで終わり。ワイク1ポイントあげました。さあ、これでどうなったんだ結果が。俺もうメモってないから覚えてないよこれ。俺が技術点でマイナスしてるから。あ、これマイナス。あ、だとこれはひどいでしょ、まあ、あ、つけるほどでもない。上げなくてもいいと思う。あ、本当に。でさっき俺当てたから、あれ引き分け、まだドローか。ドローだね。まだドローか。じゃあ延長戦、延長戦だな。あと1回、あと1回か、延長戦。もうポイントの換算間違えたらごめんなさい。もうもういいっす延長戦でやります。単純になんかあともう1回ぐらいやりたいっていうそういう心境だからよ。浄土足りないさあ、じゃあ行こう。ですね、ん、これはなんか似たような数字ばっか出てくるな。あ、これ話題に出ちゃったやつは消していいですか。はい、ヘルガーが出ちゃったんで、ごめんなさい。そう、まあ、そういう意味だと俺もさっき、ね、デビビルはどうなのかなと思ったんだけど、まあ出てきてないしいいかと思って。これは、あー、うーん、頑張ります。うん、はい、よろしくお願いします。安いやつで出てきてくるんだよな。ポリツー、ポリツー。ん、大丈夫、これか。おー、重いのが来たな。重いのが来たか。そうか、そう来たか。さあ、延長戦ですね、いきましょうか。いきます、よーい、スタート。あれ、俺なんだっけ、何書くんだっけ。あ、あいつか。あ、違う、こんな口じゃない、こんな口じゃない。あれ、こんな口だっけ。あれ、口が書けない。あ、やばい。音楽やばい、やばいな、これは違う、これは違うぞ。あれ、あれ、あ、多分違うのと思われちゃうなこれ。あ、書けない。あ、なんか、なんか足りない気がする。なんか線が足りない。なんだなんだ、思い出せ思い出せ思い出せ。こうか、これは、これでも違う。あ、やばい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 。いや、なんか足りないんだよこれ。耳じゃない、耳じゃない。なんだ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 。これはやばいもの。はい、終了。そこまでです。これはやばいものが生まれてしまったぞこれは。じゃあ僕から行かせていただきましょうか。はい、ですね、何かが足りません。うん、それが分かんないので、もしかしたら別のポケモンと勘違いされる可能性があります。はいはい、譲渡地方なんで。バン。そうなんすか。そうなんす、いいですか。そうなんすじゃないですか。もうそうなんすか、無王しかありえないですねこれ。さあ、どっちでしょう。じゃあどっちにします。最初は正直、うん、無王だと思ったけど、無王はだってあれはルビサファの世代なんで。いるよ。嘘、いたっけ。あれ、いたっけ。あ、いた、マジか。なに、おぉ、そうだ。おぉ、おぉ、さあどうする、さあどうする。これは、うん、あ、じゃあヌオじゃない。いいですか。ヌオです。その通り、ヌオです。まあちょっとヒントを与えてしまったんですが、あのね、あ、ヌオいたっけ。君はまだまだ甘いよ。そうなんすわ、こうだよ。そう、だから目がさ、こうだよ、そうなんすわ。そう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 、目がその時点でもうヌオだなと思ったんだけど。そうなんすわ、こうです。ああ、で、足がこうなってる。そうだね、足がこうなってて、で、尻尾が特徴的でこうなってる。そういう特徴をさ、捉えていないっていうことはまずないかなと思ったんで。うまい、俺、うまい、俺そうなんす、うめえ。取っとこ、取っとこ、取っとこ。俺これ皆さん見てくださいよ。まあ、でも布は逆に難しいか。
これそうなんですよ、うまいよ、うん、いいと思う、かわいい、そうなんです、かわいい、え、ヌオってなんか足りなくない？うん、何かが、そう、何かが足りないの、何かが足りない、ヌオ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 、あ、鱗だ、鱗なんだ、あ、でもこの向きじゃちょっと無理か、真正面から描いて、あ、でもヌオはこんなもんか、ここの、これが、多分、これが、あ、でもそうすると、そうすると、あ、でもなんか岩だ、ここのさ、なんかヨッシーの足みたいな感じなんですよ、これがなかった、顔の部分の、あ、そういうことか、でも多分顔は合ってるよね、顔は多分合ってると思う、うん、あ、そうなんす、うまいわ、そうだね、そうなんす、2点、ありがとう、やったー、でも当てましたか、はい、技術点は多分これないな、さあ続きましてマイ君、これはね、はい、ひどいです、なんかひどいひどいって言ってますけど、これはね、ひどいです楽しみだ、マイ君のひどい楽しみなんだよな、これ自分で言うのもあれだけど、ひどいよこれ本当に、今までの中だと一番、あ、そうだね、アーボに続くあれかもしれないじゃあ何かと間違える可能性があるんだね、あ、いや間違いはしないと思う、分かる、分かるよ、思うけど、じゃあいきます、バン、は何これ、ええ、これ色はついてますけど青色なんですか、はい、なんかなんですかこれ、なんか小学生が描くようなドラゴンが出てきましたね、これなんですかこれ、そうなんかな、え、だってこれ譲渡だよね、うん、何これ、着ぐるみを着たえいや、目の位置からして多分バンギラスはねえし、ヨーギラスもねえよな、こんなのいたかこんなのいたいや、みんなそう思ってるって多分ね、そう思うと思う、さっきのね、多分なんだっけ、 A 並みになんかあるんじゃないか、これはトリッキーな、そうだね、トリッキーな何かがあるはずなんだけど、これはね、これはダメだ、これドラゴンっぽいけど、ドラゴンタイプのポケモンそんなにいないよな、え、これ目とかも多分この位置で合ってるんだよね、違うと思う、違うの、あのさ、上にさ、なんかうっすら跡がある、ね、うん、跡があるね、これ何、これね、あれこんなだっけと思って慌てて消したんですよ、消したのが嫌で、まだ燃した気がする、これも消したのなんでしょう、これは口だもんね、何これ、あ、分かるかな、ドラゴンタイプ、ジョートのドラゴンタイプは、ドラゴンは多分いないと思うよ、キングドラがいる、あー、そっかそっか、でもそろそろちょっと当てないとまずいな、じゃあ一か八か、バンギラス、バンギラス、はい、残念、わかるわけねえじゃん、こんなの何これ、ちなみに正解はですね、こちらです、はぁ、ワニの子あの、ここはね、俺言わせていただくよ、うん、俺はハートゴールドの実況の最終回でワニの子を描いた人間だから言わせていただく、あ、描いたっけ、俺描いてよ、後で見せてあげる、ワニの子はですね、鼻がふがふがしてて、で、ああやっぱ膨らみの中に入れないとダメか、こういう感じですね、ああ、まあそこまで髪は上がるか、お腹のラインがこうあって、あ、そんなんあったっけっていう感じで、ちょっと目キラキラさせすぎたけど、はいはいはい、僕描いたんですよ、自分から見せるの恥ずかしいんだけど、ワニの子ちゃんと描いたんで、俺サムネこれです、ああ、なるほど、ワニの子はこれです、なるほど、はい、そうかそうか、そう、 目が全然違うわ、ごめん、目はこう描いてこうなってんだよ、ワニの子、あー、なるほど、こうだ、最初ね、その膨らみの中に入れてたんだけど、ああ、入れてて違くねと思ってこれはすごいこれはね、いやでもバンギラスって答える人いると思うんだ、あ、バンギラスか、そうか、うん、ワニの子はまあこうでした、これはね、ワニの子には見えない、あ、これは技術点マイナスで個人的には痛しかない、しかも俺間違いだしね、これ当てらんなかったし、これまあ技術点マイナスで、まあそうだな、じゃないかと、まあちょっとじゃあ今回は私に軍配が上がったということで、やったー、2連勝ですかね、これ、あれ関東の時そうだっけ、関東もそうだったと思う、あ、本当に、うん、あ、そうかそうか、勝ったんだ、いやー、今回の MVP はそうだな、今回の MVP なんだろうね、今回ちなみにまあ、うん、これらなんですけど、はいはいはい、こいつらですね、はいはい、いかがですか
そうなんすじゃないかな。ヌボーすごいな今さら。そうなんすじゃないかな。いや、そうなんすはマジでうまいと思う。そうなんすだね。今ちょっと適当に書いただけなんだけど。で、これは MIP だなんかこういうキャラクターいそう。でもそうそう、いそうなんだけどさ、いそうだけど、何これみたいな。まだまだワニの怖いが足りないよって言っても日の嵐派だもんな。ワニの怖いは確かに残念ながら愛はあんまりないからな。いやいかがでした今回は。今回はね、今回はね、うん、どうだろうね、なんかね、ちょっとまだなんかなんかね、不完全燃焼。そうだ、そんな感じするよね。なんかね、インパクトが足りなかった。あそれをどっちの意味のインパクト。インパクトがね、インパクトが足りない。いやこれでちょっとですね、僕の絵のうまさをね、伝えていただければと。意外と蜜かけんじゃん。かけるねって言っても全部簡単だけどなこれ、ね、そうなんです、なんか誰でもかけるわなの、というわけでぜひですね、皆さんも楽しんでやってみていただければと思います。うん、紙とペンがあればすぐできるからね。意外とだから見ながら書くんじゃなくて、もう頭の中に思い浮かべながら書くと、うん、何これ全然ちげえじゃんみたいな感じになっちゃうんで、うん、これでまたポケモンマスターへの道が ね開けるわけですよ。また一歩開けてしまったみたいな、ね、俺これなら俺ポケモン勝負勝てるもん悪いけどバイクには勝てる。まあそうだね、うん、惨敗だね。まあまたね、皆様の感想をぜひですね、いただければ。また今度は、はい、どこだ、次は信号編が始まるわけですね始まっちゃうね。始まってしまうのかね。いや多分ね、勝負は信号じゃないんだよ、一種地方で。ああ、一種地方。そうだね、ワイ君分かんないから。分かんないね。でも多分対戦とかしてるから多分出てきてると思うんだよね。まあ、分かんなくはないと思うけど、そこが勝負ですね。そうですね。そのうち想像で書き出すっていうね、はい、なんだこれはみたいななんだこれはみたいなね。ということで、またもし機会があれば次回ね、新王編やりたいと思うんですね。よろしくお願いします。ではここまでのお相手は私ミツト。はい、でした。ありがとうございました。ありがとうございました。